コン。はい、皆さんこんにちは、チェスパーク MC カルロスです。本日もやってまいりましょう、ワールドカルロスサテライト、イエーイ。ということで、今回のゲストは前編に引き続き、ただいまアメリカ挑戦中の田中チカラ選手です。後編では大学のオファーの話とか、あと最近のチカラくんのバスケ事情、そして将来の夢、さらにさらにさらに最近のチカラくんのプレイ映像もちょっとね入手しましたので、そちら皆さんと一緒に見ていこうかなと思います。それでは後編も皆さん最後までぜひよろしくお願いします。その NBA 選手とかと5対5とかしたり、こういっぱい5対5とか3対3とかしてるんで、そういうなんかヨーロッパの人とかスペインの人とかもみんな集まって、そういう5対5するところがあるんで、実は自分ユタ州にちょっとトレーニングで行ってて、でその時になんかユタの、まあ、キャンプみたいにあったんですよ。俺は結構その日本バスケやっぱ大好きなので、どうやったら日本のバスケを強くできるのかとかは、実際ちょっと練習とかのこと聞いてきたいんですけど、日本からアメリカに行ってちょっと練習でここ違うなとかところありますか？はい、そうですね、もう結構違いますね。やっぱそのめっちゃ細かいんですよ、アメリカは。やっぱそのスペーシングとか、あとそのドライブの場所とか、やっぱシュート打つ瞬間とかも、なんていうんですかね、もう全部考えてやんなきゃいけない感じですかね。で俺もその最初言ったけど、もう普通にレイアップしたらブロックされるとかなんで、やっぱそのレイアップとかも、その白い四角のさらに上の上みたいな感じを狙ってレイアップしなきゃいけない、だから練習しようとか。ああ、なるほどね。世界っていうか、まあ特に IMG はその普通の高校じゃなかったんで結構ハードでしたね。なるほど。アメリカってスキルトレーニングとかがすごく進んでる。はい。だけど、まあ、チカラ君も高校の方でそういうスキルトレーニングとかはたくさんした？たくさんしてますね。今もしてますし、これからもずっとしますけど、スキルトレーニングはするとプレーが開くっていうか、バスケ自体を理解できるっていうか、あ、こういう動きしたらディフェンスはこういう反応するんだとか、やっぱこういう考えすればここまでいけるんだとか、このステップ使えばこれはできるんだみたいな感じで、どん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 あのプレー視野が開くので、すごいみんなもやった方がいいとは思います。コーチが持ってきてくれるの、自分でこう探して見つけたりとか？前はその YouTube とか見て、カイリー・アービングとかそういう NBA 選手も見て真似したりしてたんですけど、最近はやっぱ周りに知り合いもできたんで、そういうトレーナーさんとかが教えてくれたりはしますね。はい。自分のプレーどんどん進化してる実感みたいなのありますか？あ、すんごいあります。今年そのコロナでいろいろ大変ですけど、自分的に結構すごいいい感じの部分もありますし、そのプレーの部分だったら今までで一番自信もありますし、ずっと練習したりしてたんで、あと最近その NBA 選手とかと5対5とかしたり、いっぱい5対5とか3対3とかしてるんで、やっぱそういう部分で、まあ、すんごいいい感じだとは思いますね。はい、なるほど。NBA 選手は誰とやったんですか？ネトって知ってます？ウィザーズのガードなんですよ。はいはい。その人とか、あとレイジョン。ロンドンみたいな、はいはい。すごいね。結構みんな集まって、うん、そういうなんかヨーロッパの人とかスペインの人とか もみんな集まって、そういう交代をするところがあるんで、まあ、そこで頑張ってます今は。なるほど。そこでは結構チカラくんのパフォーマンスは発揮できてる？前だったら全然得点とかもう全然無理だったんですけど、最近全然もういい感じにはなってますね。なるほど。なんでもう今まで一番自信持ってる感じですかね。すごいね。NBA 選手とバスケできるって嬉しいというか、いい影響を受けますよね、学びというか。そうですね。なんで最近結構トレーナーさんにも行ったりして、まあ、そういう NBA 選手とか NBA に行こうとする選手と一緒に練習したりトレーニングしたりとかしてるんで、今年のドラフトも一人一緒にトレーニングした人がドラフトされて、
やっぱああさらに自信っていうかさらにその頑張ろうっていう気持ちが出るんで、はい、すごいいい経験だと思います。さてただいまカラ君の方から NBA 選手ご待遇をしていたとかドレアの話が聞けたんですけど、ここからはチカラ君の最近のプレー映像をいただいたので一緒に見ていきましょう。どうぞ。ちなみに最近はこう田中チカラの一日というかどういう過ごし方してるんですか？起きて、まあ、筋トレして、まあ、その後は自主練したりして、自主練終わったら、まあ、そういう5対5とかする場所あるんで、まあ、そういうところに行ったりして、でそれが終わったらもう、まあ、ストレッチとかいろいろ体のケアしてすぐネットフリックスですかね。最近何見てるんですかネットフリックスは？ナルトも見てて、はい、であとちょっとで終わりそうなんで、まあ、ちょっと悲しいですけどそんな感じです。やっぱそのネットフリックスって言ってたけど、まあオフというか、うん、休みの時間も必要なんかな？そうですね、やっぱまあスポーツ選手はもう全員そうだと思うんですけど、ストレス溜まる部分は絶対来ると思うんですよ。その自分がリラックスできる時間ちゃんと取らなきゃメンタルが結構崩れると思うんで、そこのケアもちゃんとしなきゃダメだなと思います。やっぱアメリカ行って時間の使い方も変わったんですか？この時間はバスケ、この時間は筋トレ、この時間は学校みたいな感じでちゃんとやんなきゃもうすんごい疲れるんで、やっぱその時間をちゃんと分けてちゃんと整理整頓してますね。今年ユタ大からオファーもらったっていうのがツイッターで見たんですけど、その辺はどういう流れだったんですか？プレー見てもらって。そうですね、その実は自分ユタ州にちょっとトレーニングで行ってて、でその時になんかユタの、まあ、キャンプみたいにあったんですよ。そのいろんなカリフォルニアからもいろんなところから集まる選手で、まあ、そこでプレーするみたいで、そこでプレーしたら電話来て感じですかね、はい。なるほど、まあ、でもまだ決定ではなくいろんな NCAA からの声を待ってるって感じかな？そうですね、まだいろんないいところも喋ってるので、自分に一番合う大学に決めようと思うので、まあ、そこはあんま焦んないでゆっくります。これから代表のオファーとかも来たりとか、あとはアメリカでどんどんこう活躍の幅を広げると思うんですけど、日本バスケのためにみたいな気持ちはやっぱりありますか？すごいありますね。俺は結構その日本バスケやっぱ大好きなので、どうやったら日本のバスケを強くできるのかとかは考えたりしますし、自分の影響でそのバスケ始める人とかが出てきたら本当に嬉しいし、俺の影響でそのバスケもちょっと頑張ろうっていう人が出てきたらすごい嬉しいし、やっぱ自分が試合で30、40、50点取るよりは、例えばちっちゃい子が俺のプレー見て、あ、ちょっとバスケやりたい、始めたい、
の方が嬉しいですね。全然なんか成功した感じはしますね。最後なんですけど、今後のチカラくんの目標を教えてください。目標は、まあ、D1 の大学でプレーし、その後は NBA に入りたいんです。で NBA に入って、そこからはまあいろんな夢あるんですけど、そこはまだ自分にちょっと思っときます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや今日本当ありがとうございました。いやいや全然こちらこそ、おはようございます。ありがとうございました。引き続き応援してます。頑張ってください。 CM パークは田中チカラ君を全力で応援してるので一緒に、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。待って、最後の挨拶だけもらっていいですか。あ、いいっすよ全然。これカルロス動画で3、2、1ってやったらお疲れロースってやるんよ。お疲れロースですか。そう、お疲れ、はい、かな。じゃあ今日ありがとうございました。ありがとうございました。3、2、1お疲れロース。お疲れロース。